これで、ああ、肉どこ飛んでいった。いつもご視聴いただきありがとうございます。赤ゴリです。さて、前回のステーキ&フライドポテトの続きをお送りいたします。操作がね、下手すぎて全然進んでませんが、今回ステーキを焼くことができて、メニューを完成することができるのか、引き続きやっていきたいと思います。それでは参りましょう。レッツクッキング。いやー、少ねー。よし、ほんまこの間にステーキ焼き上がるのが一番ベストなんやけどな。無理やな。あ、持ったら熱いってことか。なるほど、持たれへんのか、熱いから。でも1個しかない。で、皿の上にポテトあんの？置いたっけ、俺。置いた。あははははは。3枚目。ほぼ掃除やん、俺。さあ、あ、お皿や。お皿を。むずいね。ポテト1個ってわけにいけへんしな。めっちゃ操作繊細これ。えらい上から置くやんこれ。ポテト売り切れました。お肉焼きます。入れすぎ。どうやって止めるの、ここで揚げ物するみたいになってる。よし。いやー、これどうしよう、入れすぎやどうしようかな。あー、
でもちょっと馴染んでるよね、絶対。よし、お肉焼こう。いい感じ、いい感じ。塩。ひっくり返したい。このポテト邪魔なんやけど。これで、ああ、肉どこ飛んでいった。肉どこ飛んでいったん？肉はこの裏にある？あ、肉あった。夫婦喧嘩の後みたいになってるやん。はい、できました。どこ持って行ってんかな。何番？塩 4g とか書いてんの今気づいた。塩 4g か。ローズマリーもいるし。なるほど。今日でやめます。このお店やめます。ありがとうございましたね、最後までご覧いただきありがとうございました。メニューを完成させることができませんでした。クッキングシミュレーターでご注文がありましたらリクエストのほどよろしくお願いいたします。以上、赤ゴリでした。バイバイ。おつぐり。